ました。いつもは海で練習している福田紀夫選手、ここは川、やっぱりね潮手が、まあ、潮見というか塩見っていうんですかね、川と海ってね若干ね乗り方変わるんですって、少し硬いかなって感じるそうなんです。だからしかもここねいくら広いと言ってもいろんな引き波ね、ちょっとね船が通りますと引き波もありますので、どれだけこのね引き波なるべくフラットな状態で自分が作った波だけで捉えていきたいんですが、さあ福田紀夫選手今ねちょっとあの流しタイム中です。はい、さあそしてその後、はい、次に出てきたのはワン&ワンというね岡本輝政選手です。先ほど紹介しましたがね、ワブズン UFO というマシン、まあ、これはですね、世界の最高峰のマシンを作った渡辺文香です、まあ、このルーさんがですねもう世界チャンピオン、日本人で初めて2年連続のチャンピオンになったり、それから日本でも4年連続のディフェンディングチャンピオンになったりと、その持ち主です。さあそのワブズンというね彼が作った世界にも通用するマシンをということで、岡本輝政選手とそれから福田紀夫選手のマシンはまさにワブズン。一方ワブズンだけではありません、同じく浜中直弥選手、あちらのですねブルーのマシン、あのマシンも彼が独自に開発したフリースタイルのためのマシンです。普通フリースタイルのこういったジャンプしながらです、まあないですよね。普通は水に浮いた状態で乗るんですね、水上バイクは。でも彼らは違います、浮いてるんじゃなくて飛びたい、技を広げたい。普通のマシンのようにずっと乗っているとエンジンが傷んでしまうそうですよ。その代わりこの一瞬ジャンプする時だけ急にね、こうシフトチェンジといいますか、ぐっと、まあ、排気量といいますかね回転率が上がるっていう、これがフリースタイル独特のマシンです。そのエンジンを積んでいるブルーのマシン、今ジャンプしたこれが浜中直弥選手です。さあこういった技を連続だったり構成したり、そういう風にですね2分間の自分の中で技とそれから構成を組み立てていくのがこのフリースタイルです。さあフリースタイルの練習走行の間にもう一人、ね、岡本輝政選手、はい、2016年にプロになりました。しかし免許を取ってもね13年、ずっとですね、ライダーとしても活動しています。やっぱり大阪といえば福田紀夫というだけありまして、このノークラッシュというチームが彼は作ったんですね。そのまさに生みの親、やっぱり一人より複数人で練習した方がそして楽しいというのがあるので、だからこそのこの、ノークラッシュというのを作りました、ね、2017年ではタイで5位、そして2019年ではワールドシリーズでなんと世界ランキング第10位というのが福田紀夫選手です。まあ、さっきも言いましたけども18歳、免許を取れる年齢から、でもその当時だって高いですよ、車1台買えるぐらいの金額です。だけどもね、みんなで出し合ってその当時550乗ってエアタウンから始めてきた、そして大変のバレルロールというのがあるんですね。そのバレルロールをまずまず自分の中でこのフリースタイル魅了されたという、さあその3人です。634メートルのスカイツリーがこの3人を見下ろしている、もしかして展望台からこの3人の今の練習コートをご覧になっているかもしれないですね。どんなことやってるんですか、今日の隅田川は一体何なんだ、そんな風に驚いている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ3人がそれぞれ、これはあくまでもでもショーではないです。今は各自のマシンを見て調整しながら最後の練習を、まあフィギュアスケートでいう ね最後の練習時間になりますね、あれと同じだと思ってください。さあフリー演技の
ず2分間、その2分間のまでに、まずはこの各自これだけのね、エンジン積んでるといろんなジャンプ技出てきます。さっき見た縦回転のジャンプだけではなくて、今ちょっと岡本照正選手540というね、1回転半もちょっと出ましたね。さあ一体どういうことになるのでしょうか。さあそれぞれの練習走行の時間、もう間もなく時間いっぱいです。それでは改めてね、皆さんね、このヒート2はそれぞれ3人が2分間ずつやります。それで、1人終わったら投票、1人終わったら投票、1人終わったら投票ってやるんですけど、やっぱり今のね、そのところから写真を撮りたいという方は3人終わった後でもそれぞれね